アメメリカの玩具メーカのーーで、マテルという会社があります。マテルという会社のです、ね、社長ハンドラー夫妻というです、ねまあ、あの嫁さんと旦那さんがいるんですがこれがです、ね、スイスに行ってで娘のです、ね、バーバラにお土産を買おうとしてたでスイスでいろいろ見てたらです、ね、リリーっていうです、ね、かっこいい人形を見つけた女の子の人形なんですけど大人っぽい人形で大きさも3 0ンチぐらいあるんですねで当時のアメリカの女の子が持っている人形というのは全部赤ちゃんだったんですよ。 で母性を刺激するようなおもちゃがいいおもちゃだというふうに言われていたのでとりあえずアメリカのです、ね、女の子が持っているおも人形というのはもう本当に赤ちゃん人形しかなかったところにです、ね、リリーというめっちゃかっこいい大人の人形があるのでこれだわというふうにして持って帰ったとでこの、えー、リリーというのはです、ね、実は日本と同じく戦争に負けた。 ドイツの商品でですね、ビルトっていうですね三流の新聞があるんですけどドイツに三流新聞のビルトっていうのがあってこのビルトの一コマ漫画に出てくる売春譜なんで コ、ね、コーーーールル。ルルガガ人形だったんですで。このコールガール人形で飲み屋のテーブルとかに飾ったりとかですねあとあのちょっと気になってる女の子にプレゼントして「もうこれコールガール,ール,ガールの人形だいやーねエッチ!」とかって言って「まあまあ」っていう風な話題にするために売ってたというふうに言われるんですけどそんなことを全然知らないですねハンドラ夫妻はですねこれを買ってまあ娘のバーバラにあげようとしたんですけどこれちょっとかっこいいんじゃないというふうなことでアメリカで待てるから売ってみようというふうに思ってたんです。 とということで,です、ね、娘の名前バーバラの名前を付けてです、ね、バービーという名前で売り出したわけですね。